It's time! よーよーよーゴールデン、ベンツ、中古のベンツ、I love Chris Rich。 片押し用のベンツ、今日もこのガス中古のベンツ。はい、なんとね、あの安田忠夫さんとね、戦えるチャンスがね、あるかもということで、ちょっとね、あの明日なんですけど、で、今日はね、今ちょっとイメトレをします。なんとね、あのジェロム・レ・バンナをね、倒してるんですよね、安田さん。だから明日で絶対ね、ギロチンチョークだけはね、食らわないようにしなきゃいけないなってことで、ちょっとバンナと、安田さんのね、その、試合をね、ちょっと今、見てね、これ、ギロチンチョーク食らわないように、ちょっとイメトレだけしたいと思います。大体ね、イメージ湧いたっすね。あれを絶対この後ろに手を入れさせないってことですね。後ろに手を入れて固められて上から入ってくるから。だからその辺をね、ちょっと意識して明日はね、叩かないといけないなと。はい。思います。ジェロム・レ・バンナをね、ぶっ倒したね、最強のプロレスラー安田忠夫さんがね、今日対談が決まってね、この後、まあ、対談するんだけど、まあ、ただ単にさ、まあ、対談面白いと思うよ。それはまあ、安田忠夫さんのね、チャンネルで見てもらえばいいと思うんだけど、俺ぶっ倒しに来てるから今日悪いけど、あのギロチンチョークあれを聞かねえから、俺には実際やってもらうと思う。ここに絶対聞かねえと思うから、俺にはこんな返してパーンだよね、これ返してパーンだよね。そう、俺は本当になんつこの柔軟とこの感覚でやってるから、まあ、ちょっとそれをね、ちょっと今日はチャンスがあればやろうと思います。まあ、そういうこと。初めていいとこだったね。そうです。すごいよね、あの猪木さんのところでね、やつは人でめちゃめちゃ、まあ、その前は何、あの相撲こっちもやってたでしょ。そうですね。はい、そうですね。で総合もやってたところでしょ。そうですね。まさかのあのバンナーを倒すって、ね。まあまあ、じゃあちょっと今が対談なんでね。3階です。305ですね。
きますね。横田翔平38歳と申します。安田忠雄さんに戦いを申しに来ました。横田翔平38歳です。今の安田忠雄さんに戦いを申しに来ました。大丈夫ですか？大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫らしい。あ、すみません、お疲れしいで逆に失礼します。失礼します。お疲れ様です。失礼します。あ、始まりました。あ、ありました。ちょっと申し上げます。いや、よろしくお願いします。ちょっと、でかすぎじゃない？でかすぎじゃ、ちょっとこれ、ちょっと、帰っていいよ。じゃあ、ちょっと、でかすぎるわ、ちょっと。死ぬって。死ぬ。待って、話聞いてないよ。いや、まあ。3メートルぐらい見えてる。190センチの方です。はい。死ぬって女の。まあ今日対談だもんね。対談ね。そうですね。はい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 。対談ってことですよね。そうです。戦うわけじゃないですよね。あ、戦わないです。大丈夫ですよね。いやでもマネージャーさんの戦いって。は？いや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 言ってないです言ってないです。じゃあちょっと一回じゃあこっちの方ね。じゃあ今日よろしくお願いします。いやもう本当にすごいですよ。ちょっと入れ歯があれで。あ、いいっすね。いいっすね。はい。戦って乾いたんですか今日も。いや、やってやつね。しないでいた。それでは今日、ショー YouTube スペシャルマッチを開催したいと思います。身長何センチでしたっけ？知人で190。身長190センチ、体重140キロから125キロぐらいになったのかな。安田忠雄姿あげこうな。身長171センチ、体重75キロ。一人鍛えるからね。行くよ。横田翔平。ブーツは避けろ。ブーツは避けろ。ルールは何でもあり。何でもあり。死んだら終了。俺今日ぶっ倒しに来たから、はっきり言ってバンナの敵取ってやるから今日。わっ、お前が怖い勘弁して。それでは始まり何だっけ、どういう感じだっけ。コーンだよね。そうですね。レディー、じゃあまあレディーゴーいきましょうか。はい、それではレディーゴー。うわ、これ課長。あっちょ、あっちょ、もう怖い、ちょっと怖、マジ、勘弁、マジ死ぬっつーな。おっ、死ぬって。やばい。ここ座っていいで、ここ座って。じゃあ、もっと座って。ドクドク。脈がやばい。これ死ぬよ。やめろ。
今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る。俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。